はい。最近はですね、iPhone12 で動画編集をやっています。レマ、まあ、フュージョンが HDR 対応したんで、まあ、せっかくだし、これでやってみようと思って、まあ、最近いじくり倒してるんですけども、まあ、同じような方いらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいなと思ってます。編集自体はですね、とてもサクサクに動きまして、まあ、全く問題なく 4K の動画、4K の HDR 動画も扱えてます。で、まあ、今、ここのカメラの映像っていうのは、 元の素材が HDR じゃないので、まあ、今映ってるものは HDR ではないんですけども、まあ、たまに挟む B-roll なんかがですね、HDR の動画になっています。で、この YouTube のチャンネルの動画っていうのは、基本的にこの iPhone12 部の、このっていうか今カメラだけど、iPhone12 部の動画と、あと Canon の EOS R で撮影した動画、それをですね、ミックスさせて編集しています。で、いつもはですね、iPad か、 MacBook Pro をですね、使ってやってみました。で、まあ動画の取り込みなんですけれども、EOS R の動画の素材っていうのは US、USB-C 端子のですね、カードリーダーを別に持っているので、えっとですね、これだね。なんかあの、この USB-C 端子のカードリーダーを持っているので、まあこれを使ってですね、やってみました。ただですね、 iPhone12 でやるってなると、まあもちろんですね。iPhone 自体がライトニング端子なので、まあ USB-C の SD カードリーダーで刺さんないですよね。で、そうなってくると、まあベストなやり方っていうのはですね、やっぱり Apple 純正のライトニング端子が付いた SD カードリーダーがベストなのは間違いないと思うんですよ。ただ、SD カードリーダーって、まあそれこそこれなんかもですね、1000円ぐらいであることを考えると、 アップル純正の SD カードリーダーって確か4000円を超えてくるのでまあそれ考えるとちょっと高いですよねしかもライトニング端子ってもう次からなくなる次からなくなると言われてまあなくなる詐欺で早数年そんな状況ですで今更買えないですよねとはいえ安いアマゾンで買えるような安いパチモンっていうのはまあ1000円ぐらいかあるんですけどもライトニング端子 関係の商品って結構ね、動作不安定だったりするので、ちょっとなかなか買うのをためらってしまいます。ということで考えました。iPhone12 にそもそもですね、こんな感じで、ライトニングと USB-C 端子がですね、ついたケーブルあるじゃんと思って試しました。試してみる価値あるかなと思って。でもすごい期待感を持ってやったんですけども、まあ結果言いますと全く動かずですね。 まあ、むしろ壊れなくてよかったかもって思って、ちょっとドキドキしているぐらいなので、まあ、皆さんもですね、試さずに、あの、これは使えないって思ってもらったらいいかなと思います。というわけで,ですね、まあ、じゃあどうやってデータを取り込むんだいということで、データを取り込むやり方を2パターン紹介していきたいと思います。で、まず1つ目なんですけれども、まあ、本末転倒ではあるんだけど、まあ、せっかくですね、まあ、せっかくって僕はたまたま持ってるだけかもしれないけど、こうやって USB-C 端子の sd カードリーダーを持ってる人であれば、例えばですね、iPad や MacBook からエアドロップして、で、まあ、使いますと。まあ、高性能な sd カードリーダーですね。まあ、だったらもう iPad でそのまま動画編集やれよって話なんですけども、まあ、外に持ち出せるっていうことで、まあ、iPhone だったら、まあ、究極のモバイルの動画編集環境が手に入ると思って、そんな風にやってたりもします。で、二つ目ですね。えー、っと、Lightning USB のカメラアダプター。これをですね、僕はたまたま 前に以前買いました。これなんで持ってるかっていうと、オーディオインターフェース、USB のオーディオインターフェースを繋ごうと思った時に買ったんですよ。ただこれも僕の心の中、記憶の中では1000円ぐらいって勝手に思ったんですけど、これよく考えたらやっぱこれはこれで3000円ぐらいするんで、まあまあします。だから、まあ純正、アップル純正の SD カードリーダーを買うっていうことを考えたら、 ちょっとだけ安いのとあとまあ,あのカードリー,ダーリーダー以外にもいろいろとつながるのでまあそういう意味はですねまだ利用用といろいろあるかなと思ってマシかなと思ってますでまあ初めに言った話でもあるんですけども取り込んだ後の動画編集自体はですね iPhone でも問題なくできてしまいますだから、まあ、iPhone だからどうしてもテキストを打ち込んだりテロップをたくさん入れたりっていうのはちょっとめんどくさいんで まあだんだん文字に載せたりするっていうのは端折ってますけどもまあ,あの普通にですねあの快適に動画編集ができます、まあ、最近ですね M1 プロセッサーを搭載したですね MacBook が出て、まあ、すごい高性能と話題になってますけどもまあそれゃそうですよねもともと iPad と iPhone でもストレスなくルマフュージョン動いてて、まあ、その延長線上に高性能なプロセッサーがあってしかもですね アップル純正のファイナルカットが合っててするんですから、まあそりゃそうだと思います。で、今回ちょっとお話し忘れましたけど、まあこれを、これをつないで写真どうやって取り込むねっていうとこですけども、まあ純正のですね、写真アプリから取り込んでいくことができますんで、そこはそんなに難しくないです。というわけで,ですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。